おはよう。気を起こした方がいいな。すいません。いやいい匂いですね。なんかのお祝いですか。まあ、やろう。せやだね。え？せや。店長。顔見せねえからテント行ってみたら冷たくなっちまっててよ。あんちゃんもここに来た頃いろいろと教えてもらったろ。ああ。で、ケンさんは今。さっさと運ばれてっちまったよ。ちゃんと連れて行かれたっていいよ。物じゃねえんだぞ。これ、よかったらどうぞ。おぉ、弔い酒だ。じゃあ。あんちゃんも一杯飲んでいかねえか。おいおいおい、やめときなよ。仲間が死んじゃってんのに、何にも感じねえのか。あのあんちゃん、ずっとあそこにいらんの、うん。何にも覚えてないらしい。あるかい、記憶喪失だ。どうだかな、羽振りいいし、さんくせえな。ありがとうございます。こちらにご署名をお願いいたします。開けてください。怪しいもんじゃありません。なんだお前。切れますね。ちょっと揺れてもらえませんか。他人は乗せない主義だ。あなたホームレスですよね。家も仕事もない。あ、すいません。気分を害したなら謝ります。単刀直入に言いますと、あなたにある仕事を引き受けてほしいんです。70万でどうですか。残念だが金はある。おいおい、お前何やってんだよ。まあ、簡単な人体実験なんですけどね。トレパネーションって言って、ここ頭蓋骨にちょっと穴を開けるだけなんですけどね。帰れ。いや、頭蓋骨に穴とか入れるとちょっと引くと思うんですけど。全然大したことないですよ、マジで。いいから帰れ。ぶっちゃけ歯と一緒。ただ骨を削るだけですから、もちろん脳は無傷ですよ。それでいて、聞いたことあるでしょ。人間の脳は 10% しか使われている。もし残りの 90% が引き出せればどうなるか。他の人にはない研ぎ澄まされた感覚が解放され、第六感が芽生えたり、
記憶が戻ったり。だったらお前がな、アキラ。自分で体験すりゃいいだろう。ほら、ここにちょっと穴開けるだけなんだろ。嫌ですよ、そんな。怖いじゃないですか。しつこいな、他当たれって。金に困ってるやついっぱいいる。あなたじゃなきゃダメなんですよ。このホームレスが集まる公園、そしてこの常識人が集う高級ホテル、その間にちょうどいるあなたがいいんですよ。あのな、俺はただ有給を使ってホームレスを体験してるだけだ。まあいわゆる自分探しってやつだよ。他当たれ。嘘つくとき左の口角が上がってますよ。涙が出ないんでしょ。ていうか悲しくもなれない。必死に何かを感じようとして。そうでしょ。そうなんでしょ。お前暇なんだな。いや違う違う、こういうことを言われたら普通怒るんですよ。名越さん、生きてるって感じることありますか？お前なんで俺の名前知ってる？記憶ないんですよね。また来ます。いかべよの。車の中に服やら何やら入ってたんだろ。この列管代結構金かかんぞ。でもあんちゃん金持ってんだよな。おい、金あんだろ。おい、大丈夫か。この人の根源な顔半ズメで見た。唯一の居場所がなくなったのにずっとここにいるんですか。やっぱりお前か。何のために生きてるんですか。知るかよそんなもん。もうやっと苛立ちが見えましたね。7日間生きる理由をあげますよ。